やっぱりか。いや、そうだと思ったんだよ。第1弾買った時に第2弾もさ、画像見たんだけどさ、水で遊ぶっぽいやつだったんだよね。で、調べたらやっぱね、水で遊ぶ、持ってきた。準備はバッチ OK ということで、早速、いや、開始して、一番ね、俺がね、楽しいな、おけつからね、泡吹きが出るっていうやつが、これ、これ多分ね、滑り台だ。滑り台のやつもあってさ、これもね、ちょっと面白そうなんだよね。ウォータースライダー的な。ほら、やっぱり、滑り台のやつだ。ここにね、しんちゃんをセッティングして、こう押すんだっけな。こう押すと、シャーって発射されるんだよね。で、水にドバーンっていう、面白そうですな。個人的にはやっぱ第一、まだ全部見てないからさ、なんとも言えないんだけど、確定的なことは。一段の方が良かったよな。お尻フリフリ人形とかもさ、あと白の散歩、顔が変わる、しんちゃん目が変わるやつね。あとやっぱ簡単パンチ。最高、これを超えるものがあるかどうかね。これは飛び出せ。ウォータースライダーってやつ。しんちゃんをセットして、カチャーンってやると、こうね。ウォータースライダーですよ、やっぱ。ウォータースライダー書いてあったわ。ウォータースライダー、これし、おー、白もいる、いいね。ジャバーン。後ろ姿書いてないわ。後ろ姿何も書いてなかった。で、これ切らなくても出るわ。おー、コイン型の、なんだろうな、こうプレートにしんちゃんが乗ってるんだね。で、ここに、なんかシューターみたいな、シューター。これなってるの、昔、なんとかシューターみたいな。おい、待って、シューター。パーンって飛んでくるのか。おお、結構、勢いがいいじゃねえか。おそらく、こっから届くわ。いくぞ、しんちゃん！シュー！やべえ、本出れる。いやいや、まあ、全部やったやつだからいいんだけどさ、もう丸焼き全部終わってるやつだからいいんだけど、すごい飛ぶね。めちゃめちゃ行こう。バチャーンって。これは行くわ。で、次。これが、俺の、これがね、なんかね、シュノーケリングしてるやつ、なんか、お風呂の、なんか水の中にさ、入れて、ファッと話して、キャーって上がってくるような、魚のやつとかあるじゃん。それのしんちゃんバージョン？しんちゃんバージョンの、やつだと思うんだけど、名前なんて言うんだろうな。ちょっと待って、出してみるか。これ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 。結構じ、お、重たい重たい重たい。おー、なんかすごいコインみたいでかっこいいね。これも白もいるんだよね。いいね。白としんちゃんはいつも一緒。野原白もいるっていうね。見た感じでなんかパッと見わかんないじゃん、これ。でもシュノーケリングの格好してるから、まあ水に沈めるのはわかるかな。こう水に沈めて、離すとこう上がってくるってやつなんで、ここじゃできねえな。ちょっと、ここじゃさすがに、白と、シュノーケリングだぞ。いいやつで、ここで沈めて、離すと、水の中に沈めて、指を離すと、前に進みながら浮き上がるってやつなんでね。これ結構、まあ、有名っていうかあるよね。お風呂場遊びのおもちゃの定番みたいな感じで。で、濡れたお風呂の壁に貼り付けて遊ぶことも、ここもね、気になるんだよね。これも書いてあったの、サイトに。お風呂の壁にくっつくのみたいな。この表面張力でくっつくんだろうね、きっとね。これペタってね。ちょっとここじゃ試せないんだけど、おそらくペタってツルツルしてるから、まあ表面張力のパワーでこうくっつけることができるんじゃないかなと思うんだけれども、ちょっとやってみないとわかんないね。みんなもぜひ買ったらやってみて。これ多分くっつくと思うから。 ちょっとここじゃね、遊びができないから。ウォータースライダーはできたけど、ちょっとここじゃね、できないの。まあ、こういう商品ですよ、ということね。いやー、かわいいね。これゲットするだけで嬉しいわ。やっぱ俺たちしんちゃんファンからするとさ、しんちゃんのこういうグッズゲットできるだけで嬉しいよね。ハッピーセットしんちゃん。遊ばないにしても。で、これが俺のね、ナンバーワンの推し。今回の推しなんだけど、これがね、一応お尻からブクブクね、泡が出てくるっていう。しんちゃんが屁をこくっていうね。これどういうね、商品かというと、ちょっと待って、こっちに書いてあります。お風呂でブクブクしんちゃんってやつで、水の中でゆっくり押してみよう。泡吹くが出てくるところケツなんだよね。面白いでしょ。おー、しんちゃんだ。ちょっと底火っていうか、なんかゴム人形かな。なんか、なんつうんだろう、これ。素材。すごい柔らかい素材で作られてるね、これ。そしてこのしんちゃん、こう水に沈むでしょ。で、お尻注目で、お尻。これは面白いわ。お尻ブク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 で、こう、お尻から水も出るんじゃねえか、これ。水鉄砲みたいにしても遊べるってことかな。こう、ブクブク。おお、すげえ、爆裂オナラ。しんちゃんの爆裂オナラをしてから、水も多分入ってるはずだから、ピュー、お尻の鼻から水鉄砲。お尻の鼻から水鉄砲できるじゃん。すげえ。お尻の水鉄砲だ。しんちゃん、すごいじゃん、これ。いや、これ今回いいでしょ。
これ、ああ、いいね。こう、置いとくだけでも可愛いよ。ほら、水の中に。いい湯だぞ。いい湯だぞ。シャポン、入ってるね。可愛いね。しんちゃんのケツの、ね、この穴から、この穴から、ブクブクが出てくるってすごいね。楽しい商品。これ面白いでしょ。これがね、すごい楽しみだったんだよね、これ。ちょっとシュノーケリングもちょっと白ならできるかも、ちっちゃい。白。あ、まあまあまあ。やっぱ無意味だな、ちょっとね。あー、ちょっと飛び出す。形的にこう前に飛び出すんだね。シュクン。あ、こんな感じで。まあ、みんなもぜひお風呂でね、ぜひ遊んでみてください。ということで、今回ハッピーセットのね、クレヨンしんちゃん。初だもんね、しんちゃんね、ハッピーセットで来たのね。初のクレヨンしんちゃんのハッピーセットの第1弾、第2弾と聞きまして、第2弾のコンプリート会でしたと。しんちゃんできないかな、しんちゃん。ブクまあこんな感じ。ちょっと難しいね。やっぱ勢いはね、ウォータースライダーが良かったよ。ウォータースライダーすごい水飛んだもんね。これ、ウォータースライダー、ここに、カチャン。シューターがね、すごい。シューターがすごい秀逸。これ。シャーン、ほら。おお、すげえ。シューターがいい。これ、お風呂で、やったら水切りみたいに、ターンターンって、なんか、ね、遊べるかもしんないね。いや、よかった、よかった。面白い。これ、もちろん、お水にもつけられるしね。つけて大丈夫だよね。お風呂で遊ぶやつなので、全部ね。第2弾は水で遊ぶやつ。前の恐竜、恐竜のやつは1弾もあったか。なんか水で遊ぶやつもあるから面白いな、このハッピーセットシリーズね。ということで、今回は第2弾のハッピーセットの開封レビュー動画。お湯持ってきたから、ついでね、次このまま撮ろうと思うんだけど、あれ面白そうじゃない、コイキングの、なんかね、お風呂で釣りできるんだって。これをね、別動画にしようと思うけど、このままね、ぶっ通して、このお風呂でポケモン釣りっていうのをね、撮ろうと思う。めちゃめちゃ、なんか釣れるんだって。面白そうじゃないですか、メンツも見て、メンツ。あー、ニョロも欲しいなー。これ、ミニ竜、あー、でもミニ竜もいいよねー。ちょっと、でもコイキングも釣りたいねー。でもやっぱ、ニョロもだよな。じゃあ、ニョロもめちゃくちゃ欲しい。ちょっとニョロも狙いで。ニョロもとミニ竜ちゃんと、あとコイキング狙いで、ちょっと釣って遊ぼうかなと思っている。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。クレヨンしんちゃんのハッピーセットまた来るかな？すげえ良かったね。また来てほしいわ。特にアクション仮面今回いなかったから、次はね、アクション仮面のハッピーセット来ることを願っております。アクション仮面来てくれよ、ハッピーセット。頼むぞ、アクション仮面のハッピーセット。マジボタンを押したらね、アクションビームのなんかエフェクトが出るみたいな感じで、めちゃめちゃいいね、そういうの来たらね。